ワールドボックスやってくよ。珍しいな。今度は久しぶりに真っ当な内容かな。せやせや、大型アップデートも来たし、アップデート内容の紹介とかええんや。2000年戦争を行う。はい。今回は日本のマップ、こちらを使って日本列島内での攻防、そして滅亡、反乱などどのように推移するのか見守る。ネガティブな要素しかないやん。人間は卑しく愚か、私とは正反対そのものやで。そんな人間たちの醜い姿、そんな様相を見ることが楽しい。曲がっとるな。曲がりすぎて首痛くなっとらん。人間の配置は完了。あとはまさか。そう、リネーム作業。いやいや、できた。ご苦労。はい。今回の地名は2000年ということで、日本の旧国名とした。一応陸奥とか北海道とかでっかいところは細かく分けといたで。苦労してたくさん作ったから、暇な人は一時停止してみてもいい。私が作ったんやけどな。あかねちゃんの功績は私の功績。仲良しだもん。成果を搾取し合うのを仲良しとは言わん。敵対や。中部から関西はこんな感じ。旧国名ってやっぱかっこええな。わかる。ほらね、仲良し。うちはムツがええな。はい。九州はこんな感じ。伊予に大熊、ええやんええやん。北は千島から南は大熊まで計36もの国家で開始する。さあ、どんな滅亡に虐殺が見れるのか、私楽しみ。サイコパスやん。さあ開戦する。各国もだいぶ育ってきたからな。十分に実ってきたところで開戦。さすがあかねちゃん、楽しみ方を分かってきた。あ、すごい複雑な気分。各国は神様若葉マークの私が開戦を宣言したことに。あ、神様若葉マークって商標登録した方がいいかな。蒸し返すな。やーっと着地したんやぞ。お本、各国はPS5 に並ぶ転売ヤーのように開戦と同時に周辺国に宣戦布告。うわ、これぞ人間。これこそ人間。自国の利益のみを考え、他国の利益は鑑みない。実にいい。最高だ。前世殺戮者とかやった。アップデートで遠くからでも占領や軍の進行がわかるようになった。ほんまや、すごいな。これ非高面でも各国の進行具合が手に取るようにわかるな。ナイスアップデート。これで紙支店では何でもわかる。つまり各家の金庫にどのくらい溜め込んでいるかがわかる。犯罪者の発想ですよ。さすが初期なだけあって、国々の統合併合が盛ん。四国ではいいよが、関西では播磨が大きくなってきとるな。東北では陸前が躍進。周辺勢力も弱く、今後もっと大きくなる。北海道はかなりの乱世やったけど、釧路が日高を落とし、その足で十勝も落としそうや。このまま釧路が北海道を制しそう。ついでに陸がつながっていないと活発な動きが少ないから、千島をつなげる。これぞ神の力。うわ、せっかく平和に過ごしとったのに。場所を移して九州。こちらはすでに備前が大熊を下し、備前による九州統一が達成。なあ、うん、九州しかも福岡らへんってことは備前やなくて筑前やない？ふっ、そんなことは知っている。これは視聴者から突っ込んでもらうため。そう、わざとわざーと間違えているだけ。苦しいな。私は神様、そんな初歩的なミスを犯すはずもない。直近の動画見返してみ。視聴者からの突っ込みオンパレートやぞ。関東はどうなっているかな。あ、逃げた。こちらは駿河が第一勢力。現在の北陸新幹線の路線図のような勢力図となっている。隣の勝さもそこそこ大きいけど、今まさに陸前に攻撃されとる。危うい状況やな。陸前はこのままさらに躍進するだろう。どこまで大きくなるかな。そんな中、伊予が備前を下し、西日本を手中に収める。おお、これで西は伊予、関西はキーとなった。関東はあれ、伊那が駿河を押しとるな。関東は伊那が制しそう。それで東北は陸前やったっけ。その陸前だけど、岩代が反乱を起こし、陸前の大部分を占拠。ご、岩代都市、東北を陸前に代わって占拠した。反乱あったんか。そんな東北を尻目に、北海道では北見がその大部分を制し、北海道の覇者となりつつある。おお、続々と各地方の覇者が定まってきたな。小国のあらかた統合された今、ここからどこが台頭するのか全く読めない。確
確かに。そんな中、少し時を進めてみる。各国は地方を制覇したことにより、その名称を変更。名前か。北海道は稚内、稚内が制した。ふざけてんな。地理的に有利、どうなるか楽しみ。統一したけど本拠地を奪われた備前も変更なし。せめて筑後にしてやれ。そんな備前から領土を奪い、新たに躍進してきたのが新須郷。確かここらは伊予が持っとったよな。そう、その伊予から独立。伊予は名称を西日本連合とし、四国および山陰山陽までの勢力圏となっている。かっこいい名前や。そんな西日本連合とバチバチに争っているのがネオ関西。あ、ふざけだした。ネオ関西は関西圏のほぼ全てを手中に収めた。強いな。強いだけに名前がただただ残念でならん。そして関東と中部、北陸など大きな勢力圏を誇る中部組。なんかだせ。彼らは圧倒的な人口を誇り、2位の人口を誇る統一への有力候補。2位、あれ、1位はどこなん？1位は東北。うわ、もっとダセーの来た。彼らは東北のみの勢力圏だけれど、それでも400人以上の人口を誇る。数字の上では一番天下に近い存在だったけど、反乱が起きて国家青森島に全てを制圧された。どこが天下に一番近いんや。真っ先に滅ぼされとるやん。ぶっちぎりの1位やぞ。何が起こるかわからない。それがこの2000年戦争。それからしばらくして大きくなったネオ関西が分裂し、東信濃と後信濃が独立。おい、ネオ関西は静岡県になっとんぞ。さらに乱世は続き、40秒前は東北という統一国家だった東北は、リンゴ制の違いによりリンゴ島と新生リンゴ帝国に分裂。音楽性の違いみたいに言うやん。リンゴやのに。一番平和なのは北海道。それぞれが他者を尊重し合い、一定の距離感を取ることで平和を築いている。あれ、開始からずーっと縮まってあるよな。今一番長く存続している国家は千島。彼らは独自の文化で安定した政権を運営している。つまらん、本音隠して。だけどそんな北海道も独立運動が起きた。稚内釧路連合と鍋石狩りやってんな。ふざけ倒してんな。ちなみに文化はこんな感じ。何これ。どうやら北海道では鍋文化による対立が盛ん。最大勢力の石狩を筆頭にすき焼きやしゃぶしゃぶと続く。渡辺ってもう鍋ではないやろ。いや、鍋ではあるんやけども、左右のこの鍋を知らん部族と、もののけみたいな部族は置いといて。これ、なんなん？彼らは鍋に味付けなぞいらぬ。出汁のみでの鍋を愛する。鍋アダム派。ごめん、もうええです。東北では、納豆やリンゴがしのぎを削り、関東や中部では、それっぽいものが続く。お、まともになった。関西から九州では、明太子の焼き方、食べ方の違いによる、ある種の宗教戦争が勃発。クソみたいな文化やな。メインの国家とは別に、裏でも、この争いが起きている。少し時間を早めてみよう。うわ、軍の移動がわかりやすくなった。これで引いた画面でも、どのような情勢なのかわかりやすくなった。これは、大きなメリットと言えよう。マウスカーソル合わせると、敵対の勢力もわかりやすいし。さっきできたと思っていたものは実はできておらず、本当はこんな感じになる。ちなみに名札を消すともっとわかりやすいで。現在上から北海道を釧路県北海道広域連合が分割。東北は新生リンゴ帝国が有し、関東から中部は東信濃から独立した関東圏が制している。釧路県に関東圏って実際あったら面白そうやな。関西から四国、山陰山陽は西日本連合から独立した。いよいよ、さらにそこから独立した予感の予感。それと7国がしのぎを削り合っている。突っ込みません。どうやら伊予感の予感は滅んだみたい。そんな名前ですもん。最後に九州は薩摩軍、軍事政権ありそう。反乱も少なくなってきて、この中のどれかがそろそろ天下を取ってもおかしくない。そんな中、関東圏から一つの勢力が独立。彼らは出羽派、東北の出羽を拠点とする勢力である。あまり聞きなじみないな。彼らは
日本一の勢力となった関東圏に真っ向から反抗。関東圏も東を出羽派、西を薩摩軍と両方を相手取り、対等以上の力を見せる。関東圏強いな。関東圏は出羽派と一時的な講和を結び、薩摩軍を併合。もう関東圏の統一間近や。西の仕上げとして関東圏が四国を有する7国に宣戦を布告。しかし今まで温存していた7国は強く、九州を足がかりに関東圏の都市を次々に占拠。なんやこの勢い。それに生じて出羽派も関東圏に宣戦布告。お、関東圏が。両者から挟まれた関東圏はすりつぶされるように滅亡。そして当然のように両者の戦争が勃発。これは出羽派が押しとるな。しかし忘れてはならないのが北海道の存在。北海道を有する広域連合は7国と協撃するため出羽派に宣戦布告。いつの次第も出る杭は打たれるんやな。協撃され苦しい出羽派。でもそんな中でも7国を滅亡寸前まで追い込むと。お、まさか。7国と出羽派が現在の境界線での講和条約を締結。一部の兵を残してほぼ全ての戦力で北海道広域連合を相手にする。出羽派には天才軍師でもおるんかな。津軽海峡まで戦線を押し上げてから広域連合と講和。そのまま講和条約を破棄して7国を併合させ、最後に広域連合との講和を破棄し最後の戦線を布告。人口兵力ともに圧倒し、最後に広域連合が降伏したことでここに史上初の統一国家が誕生した。お、すごいすごい。あれ、でも千島は。千島と出羽派の関係は良好。実際この後出羽派による統治中も一度も剣を交えることはなかった。大変出羽派が統一国家を築いたせいで暇になった。平和を望まん神っておるんやな。それってもう悪魔やない。出羽派が築いたこの太平の世、932年に始まり独立運動が激化する。1497年までの実に500年近く続いた。出羽派すげえな。出羽派すげえな。もちろん平和なんて興味ないので、あらかた独立運動が勃発したこの時代まで時を進める。戦闘民族やな。現在長崎、関東、札幌で独立運動が激化。出羽派は関西まで押し込められ、それに乗じてリンゴ文化を愛する狂気に満ちた人たち、彼らが北新生リンゴ帝国を樹立。はい。ジュジュジュ。え、それ笑い声。こうして日本は再び戦乱の世になった。嬉しそうやな。ここから残り500年余り、講和破棄を繰り返した出羽派のように人間の醜さを見せてもらいたいところ。結局出羽派は琵琶湖を拠点に周辺勢力からその独立を守ろうとするも琵琶湖に散った。ああ、統一王朝が。現在はリンゴ帝国が優勢。実際の応仁の乱のように全国勢力図が入り乱れていて、かなり分かりにくいのがこの後期戦国時代の欠点である。ああ、応仁の乱とかよく分からんもんな。その後は札幌独立派から変態した札幌帝国以外、宗教分離のできていない国家が自治独立することとなった。そん中でもリンゴ帝国は強いな。残念なことにそのままリンゴ帝国が日本を統一するのはなんか嫌だから、神様パワーで全てを独立。こらこらこら。この時代は後に神の一手時代と言われるだろう。出てくんなや。せーっかくもう終わりそうやったのに。ふははは、いい、実にいい。2000年まであと100年、あと100年で統一国家が現れるのか楽しみ。む、ほら、ボスちゃんが勝手に始めさせた戦争やから、たまらず各国がそれぞれ講和をしだしたで。なんて根性のない。残り50年、少しずつ大きな国家が出だしたな。あれ、北海道を制したこの千島って。そう、唯一開幕から存続するあの千島。なんて長い王朝なんや。そして1900年経ってようやく外政か。立派な王様でも生まれたのかな。そして現在のトップは三河。またそうやって宣戦布告さす。そんな三河は攘夷と千島によってすりつぶされるように滅亡。あれ、攘夷って外国を打ち払うとかそんな意味やったよな。このマップ外国おらんやん。だって攘夷ってフレーズかっこいいんだもん。うーん、わかる。そして
とうとう2000年が経過。おお、現在は、どうなっとるんや。千島が北海道や北陸、四国を制し、趙魏が九州や関西、中部を制した。なるほど。他にも小国がおるけども、北青森が香川に来とるけども、実質その2つがこの世界の覇者って感じやな。2000年やってみて、統一国家が誕生したのはリンゴ帝国と出羽派、それ以外はほとんど戦乱の時代だった。誰かのせいでな。しかし私もこの経験を通して学んだことがある。ボスちゃんが？そう、人間とは儚くも強い生き物なのだと。懸命に、そしてがむしゃらに、短い命を最大限輝かすために生き抜く素敵な生き物なのだと。ボスちゃん、そうか。ようやっと人の心が。これでもっと短く輝くかな。おいや、